さあ、この時期になると私の、SNS、そして YouTube のコメント欄、このワードで溢れ返ります、クリボッチ、そんなね、おしゃれな名前つけたもんですよ、よくもまあ、クリボッチとそんなおしゃれな名前つけてますけれども、あのね、いいですか、よく考えてみてくださいよ。僕もそうです。そして多分おそらくこの動画を見てるあなたもきっとそうだと思います。ずっとモッチじゃないですかねえ。あのクリスマスに限った話じゃないでしょう。あの一日だけ一人になったような気分になるから寂しくなるんです。もう自分の生きているその生活日常をよーく考えてみてください。1月1日があるでしょ、年が始まるでしょう。そっから12月31日その年が終わるまでね、僕たちも僕もあなたもみんなね、そこまで1年間ずーっとぼっちだったじゃないですかね。むしろ1日でもいいから、1日でもむしろぼっちじゃなかった日があるんですか。ぼっちじゃなかった経験をしたことが一度でもあるんですか、生きてきてね。あのさ、考えてみてくださいよ、僕たちずっと一人じゃないですかね。あの一年の孤独っていうものをね、たった一日、たった一晩に集約する必要っていうのはね、全然ないんですね。そうでしょう。至って当たり前のように日常を送ってきて、普通に一人で当たり前のように朝起きて夜寝ての繰り返しの中で、たまたまその日付が12月24か25、それだけの話なんです。別にクリボッチで何特別寂しいってことはないんです。いいですか。あのクリスマスの夜に押し寄せる不安、孤独感っていうのはね、所詮はその365分の1、たったそれだけ 0.2% だか、0.3% だか分かりませんけれども、たったそれだけの話なんです。何をそのなんか年がら年中のありとあらゆる不幸と孤独を一日に集めようとしてんの。ダメだよ、そんなことしてたら頭おかしくなっちゃうよね。寂しくないんです。いいですか、寂しくない、全然ね。もしそれでもね、もし街行くカップルとかなんかイルミネーションとかをそういうの見て、それは寂しい寂しいってそういうふうに思うのであれば、もしそうなのであれば、それを解決する方法っていうのはまあ一応僕も持っているので、皆さんに伝授したいと思います。こちらでございます。ストロングゼロ、これさえ飲めば全部忘れますからね。そうでしょ、ほら乾杯。はい、あーこれ飲めばね、あーこんなに酒の美味しい日はない、こんなに美味しいお酒はないね。あー飲みましょう、ストロングゼロ飲んで全部忘れましょうね。はー気持ちよくなったな、あーいい気分だ。半端に女を作ったり男を作ったりそんなことするぐらいだったら、絶対ね、ストロングゼロ飲んだ方が気持ちいいから。以上です。